レルになってから特に最大トルク自体が低いトルクでですね発生するようになったということで、日本の道路事情にすごく合ってるっていうのをですね、なんかの記事で見たことがあるんですけど、まさにですねその感じっていうのは分かりますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はアウディ A6、クワトロのご紹介をしていきたいと思います。はい、アウディのですね A6 のアバントのご紹介ということになるんですけど、このワゴンっていうとですね、この同じアウディの A6 の、メルセデスベンツでいうと、E クラスとかですね、BMW でいうと5シリーズとかいうのが、競合になるんじゃないかなと思うんですけど、このアバントっていうですね、いわゆるこういうワゴンタイプの比率っていうのはセダンとワゴンでいうと、おそらくこのアウディのアバントというですねこのワゴンというのが一番比率として高いかなと。要は全体的なですねこういうスタイリングだとかブランディングにおいて、アウディというのがですね、他の競合他社のですねメーカーよりも、非常にそのアドバンテージが、高いんじゃないかなと思えるようなですねところがあるんじゃないかなと思います。で そこにですね、アウディのクワトロというですね 4WD のシステムが中に入っているということで、その実力をですね少し表面的にですね真髄というところまで迫ることはなかなか難しいんですけど、市場も含めてですねお伝えできたらいいかなというふうに思っております。でこちらのですね内外装の解説をしていきたいと思います。色がですね黒なんですけれども、このアウディのですね割合的に結構黒が半分ぐらいじゃないかなっていうふうに思いますね。特に A6 でいうとこの黒、シルバーそして白っていうですね、感じで、このカラーのチョイスをしているところが多いかなというふうに思います。で結構価格帯的にも買いやすくなってきていることによって、当然当初はですね、かなり金額的にもですね600万を超えるぐらいの金額で、販売をされていたというところもあって、割とですね新車の時っていうのはこう車庫保管で、かなりですね状態としては保管状態がいいというですね、車が多かったと思うんですけど、より中古でですね、いろんな幅広い層の方に乗っていただけるようになったことによって、ちょっとですね程度によのばらつきっていうのが出てくるということが、出てきているというですね、年式でありモデルであると思いますので、そのあたりをですね解説していきたいと思います。で外装がですね一応その黒ということもあって、水垢とかですねそういった、傷もさることながらそういった部分が気になるんじゃないかなというふうに思うんですけど、私のですね、目線から見ていきますと、非常にですねこういうその水垢とかですねそういったものも特になくて、このあたりの飛び石とかですね、こういう樹脂の劣化とかそういったものもですね、最小限にこう留められているというような感じですね。でヘッドライトのですね、クリアの部分というのも非常に綺麗な状態で、ここの曇りとかもですね特に感じられないということになっています。でこちら見ていきたいと思いますね。タイヤはですね、この純正のタイヤになっているんですけども、こちらの車はですねご希望の方は、別にですね黒の社外品のアルミとスタッドレスタイヤがですねついているものもありますので、それもお付けすることができます。で純正のですねアルミに、タイヤがですね、目がだいたいこれ8分山ぐらいはあるかなという感じで、すぐに交換の必要はないかなということですね。で横見ていきたいと思います。ここのですねモールがやっぱすごく綺麗ですね。ここはもう毎回こういったその欧州車ではこのモールがですね汚くなっているやつは磨いてきれいにしますよとか、そういうのをですねお伝えすることが多いんですけど、非常にきれいな状態になっています。で横から見ていっても、横のですね、こういったドアをぶつけた跡であったりとか、そういったですね、目に見えるこの傷っていうのは特にないかなという感じですね。で後ろ見ていきたいと思いますね。タイヤ後ろも目が結構ありますね。本当8分山ぐらいの目はあるかなという感じですね。で後ろ見ていきたいと思います。
本当この車傷本当にないですね。でただコーティングとかがですねバッチリ効いてるっていう感じではないかなと思うので、もう黒で結構こんだけ綺麗なので車をですね、購入される際は、ガラスコーティングとかですね、まあ、そういうのをすることによってよりこう車のですねこう黒が際立つという感じにですね仕上げていくといいかなというふうに個人的に思いますね。はい、運転席側を見ていきたいと思います。運転席側もですね、特にこの直さないといけないという傷っていうのは特にないかなという感じですね。もうガリ傷もですねもう全然ないという感じになってますので、まあ、そのあたりですね非常に気持ちよく乗っていただけるかなという感じです。でドアの方も見ていきたいと思いますね。このあたりもですねこう開けて、ガチャッと当たったような跡とかそういったのも特になくてですね、綺麗な状態を保っているかなという感じですね。はい、内装を見ていきたいと思います。私の方からですね、見るとこんな感じでオールレザーのですねシートになっています。でシートのですねこういうすれとかシワとかっていうのも最小限になっているかなというふうに思いますね。でこちらですね、運転席側も助手席側もパワーシートがついているということになっていて、このですねシートの横側のですね、ボタンで前後とシートのですね傾きなども調整することができるということになっています。ちょっと乗ってみたいと思いますね。いやもうドアの剛性感とかっていうのはもうアウディそのものっていう感じですよね。でハンドルのですねこういったすれとかそういうこう破れとかっていうのも全然ない状態で、またこの触ったところのですねこうテカリが出ているとかっていうのも全然ないかなという感じですよね。非常に綺麗な状態だと思います。ちょっとエンジンかけてみたいと思いますね。これポップアップのですねモニターになっているということになってますね。これはですねアウディの場合はこちらの方でですね、まあ、ナビゲーションとか音楽だけではなくて車のですね状態とかもこういった形でですね、コントロールするということができるようになっていますね。であとは、まあ、メディアとかですね、まあ、テレビも一応地デジになってます。テレビのですね、まあ、一応フルセグなんでしょうけど画質はですね決していいとは言えないかなというところがありますね。で、このダッシュボードの部分なんですけれども、こちらですねこの辺りに多分レーダーとか何か取り付けをした跡があって、これがですね綺麗に取れてないんですけど、ちょっともこうやって触っていくと取れてくるんで、これ多分ですねクリーニングをしっかりしていくと綺麗になるかなと思います。中にはですねこの辺りをもうベチャッとつけたことによって再起不能になっているものもあるので、そうなるともうリペアするしかないということになるんですよね。まあ、そういったものも取り急ぎはないということになってますね。今現在ですね走行距離が7万5千キロ弱ということになってまして、一応テスト走行であったりとか、まあ、そういったのもするとですね多分7万5千キロちょっと超えてくるかなという感じになると思うんですけれども、まあ、この走行距離とですね、車の、程度とか感じる部分っていうところなんですけど、これもですね高速を中心にその車の、 その使用をされているという車と、あとその街乗りでちょこちょこ乗っているという車で同じ7万5000キロでも全く程度って変わってくると思うんですよね。まあ、そういう意味で言うと非常にですね、まあ車の使い方としては、まあ、チョコ乗りをしているというわけではない感じで、劣化っていうのも最小限に留められているかなという印象ですね。でこの年式ではですね、まあ、電子シフトにまだなってないというところなんですけど、ただこの辺りのですね車の作りっていうのはもう非常にこうデジタル的な要素っていうのがかなりこう強くこう押し出されているという感じになっていて、まあ、これ今ですね
何年経ってるのかな、26年してたら4年、5年とか5、6年は経ってると思うんですけど、まあ、それでもですね、まあ、古さというのを特に感じない感じの、まあ、テイストになってるかなという印象ですね。はい、後部座席を見ていきたいと思います。あ、やっぱ後部座席広いですね。これはですね、アウディのやっぱ A4 とか A3 とかっていうのに乗り慣れてるとか、いろいろ乗ってると分かる感じですよね。フットスペースの広さっていうのはかなりあるかなという感じです。あとワゴンなので高さもですね、こう均一的に高い感じに保つことができていて、このヘッドクリアランスもある程度あるかなという感じですね。あとはもともとですね、デフォルトの状態でこういったあのルームライトとかですね、こういったのも明るい LED のライトなんかがついているという感じになっていて、このあたりもですね、アウディの洗練された印象っていうのが、まあ、さらに際立つというような演出もされているということになってますね。はい、トランクスペース見ていきたいと思います。こちらですね、トランクスペースはトランクはですね、パワートランクにはなってないということになってますね。で、まあ、一応ワゴンタイプになっているので、かなりですね、この奥行きが広い感じですよね。さらに、前のですね、後ろのこの座席を倒すことによって、まあ、フラットにすることでかなり広いですね、このラゲッジスペースっていうのを確保することができているということになってますね。さらにこの下にはこういった収納スペースも準備されているということで、かなりですね、実用性においては高いんじゃないかなと思いますね。これはボタンを押すと、お、すごい倒れますね。あ、こうなるとワンタッチで倒すことができるということですね。先日多分ご案内させていただいたアウディの Q5、Q7、あのあたりって多分電動で全部できるようになっているという感じだと思うんですけど、ちょっと手動にはなるんですけど、まあ、倒すときにですね、まあ、ワンタッチでできるというのはもう嬉しいかなという感じですよね。はい、エンジンルームを見ていきたいと思います。エンジンがですね、こちら一応 V6、6気筒のですね、2.8 リッターの、エンジンということなんですけれども、こちらがですね、非常にトルクが低いところで、まあ、最高出力っていうのが出せるということに設定としてなっていて、カタログ値のですね、馬力っていうのは200馬力ちょっとなんですけど、もっとですね、馬力があるような実用域において感じることができるということになっていて、まあ、日本のですね、道路事情にもぴったりと合ってるかなというふうに思いますね。これは、まあ、クリーンディーゼルと言われている、まあ、この後の世代ぐらいでですね、結構出てきているその、ヨーロッパのディーゼル車、まあ、そういったものにも共通するところで、まあ、そういった実用性においてですね、多分そのストップアンドゴーとかが多いで、あんまりその高速走行が長くないという日本の道路事情にぴったりと合っているというところが言えるかなと思いますね。まあ、そのあたりはですね、試乗動画でも、ちょっと触れることができたらいいかなと思ってます。はい、それではですね、走らせていきたいと思います。アウディのですね、 A6 のですね、アバントということで、今ですね、セッティングを、コンフォートというですね、セッティングにして走らせている感じです。まあ、乗り味としてはですね、足回りが非常に柔らかい感じの印象ではないかなという感じですね。特に、まあ、幅広いこうシチュエーションで活躍してくれるっていうのはこのアバントの良さではないかなと思うんですけど、こういったですね、まあ、ワインディングに入っていってもしっかりとしたですね、ドイツ車としてのこう魅力っていうのを、まあ、このステアリングとか、あとはその乗り味とかからもこう感じさせてくれるというのがあるかなと思いますね。で、このアバントに関しては一応この剛性を非常に高めているっていうようなことが、まあ、当時のですね、まあ、開発ヒストリーの中にあって、かつ非常に軽量化しているということで、非常にですね、もともとそのアウディっていうとそのボディ剛性すごく高いという印象があるかなと思うんですけど、まあ、さらにですね、まあ、そのあたりをこう強化しているというところで、まあ、乗っててですね、
っぱりしっかりとしたその車の剛性感から来る安心感というかですね、まあ、そういったものも、こういう低速域でもしっかりと感じさせてくれるというような、印象があるかなというところですね。こう乗ってもタイヤのですねロードノイズとかも全然伝わってこなくて、多分こういう動画の撮影をしてても、まあ、声を張らなくても音声もですねしっかりと取れていると思うんですけど、まあ、それがまあすなわち車の静粛性とか、まあ、そういった部分をこうより体感していただけるというところではないかなと思いますね。今ですねリバースにこれ入れてるんですけど、これがですね、まあ、アラウンドビューモニターのようなですねいうようなものがこうついていて、これもですね、こういうその車庫入れとかに大活躍してくれるというところですね。これちなみに、日産の言い方がアラウンドビューモニターで、確かアウディの言い方ってサラウンドビューとかいうですね、まあ、そういった名前になってたかと思うんですけど、まあ、要は同じような内容なんですけど、まあ、こういったですね車庫入れとかで、まあ、上からですね車をこう見て、この車庫入れがより容易にできるような感じになっているというところですね。今ですねドライブモードを今ここで全部こうセッティングできるんですけど、今カーという車のところですねボタンを押すと、このような画面になってきてですね、先ほどまでコンフォートだったのがこのダイナミックっていうところにですね今設定をしています。まあ、そこでですね、これパドルシフトは特についてないんで、まあ、この剛性感とかですねこのトルクこのあたりをですねちょっと走ってみたいと思います。少しですねペースを上げてみたいと思いますね。軽いですね。で、トルクが結構その同じそのパワーでも割とこの 2.8 のですねこのモデルになってから特に最大トルク自体が低いトルクでですね発生するようになったということで、日本の道路事情にすごく合ってるっていうのをですね、なんかの記事で見たことがあるんですけど、まさにですねその感じっていうのは分かりますね。ワゴンだけどなんかこう振り向かなければクーペン乗ってるような感じで乗れるような感じですね。ブレーキもすごい強烈に効きますね。あーすごい楽しめるじゃないですかねこれ。つかないですもんねこれ。はい、いかがだったでしょうか。アウディのですね A6 の 2.8 のアバントのですねご紹介をさせていただきました。実際にですねこの車って、まあ、あらゆる場面で実用性を発揮することができるというのが言えるかなというふうに思ってまして、まあ、さらにですねこれより小さい A3 とかですね A4 っていうのはより小さくて乗りやすいというところがあると思うんですけど、ただそのこの A6 も実際乗ってみると取り回しでもですね A4 と大差ないかなというふうに言うところがありますし、ある程度運転にですね自信のある方であれば、まあ、A4 ではなくて A6 を選ばれてもいいのかなというふうに感じました。またこの中でアラウンドビューモニターのようなですね、モニターもありまして、たまにですね奥様が運転されるとか、運転が苦手な方が運転されるというふうになった場合でも、まあ、そういうですね、まあ、精神的なストレスとか不安というのもちょっと解消されるんじゃないかなというふうに感じています。実際価格的にもですね、まあ、新車時から考えていくと
かなり買いやすい価格帯になってきているというのもあるのと、実用性を考慮すると法人でのですね購入というものも視野に入れることができるのかなというふうに感じてまして、幅広い層の方にですね仕事用でもプライベート用でもですね活用していただけるのではないかなというふうに感じております。ぜひですねこの動画で試乗動画も含めてですねこのご検討の材料にしていただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。